なんか口寒い人みたい、なんか口の色やばい。皮膚どうかな、ちょっとなんか色なんかやばくない？寒くて血色ない人みたい。ちょっと待って、リップ持ってくるね。よいしょ。やばいやばい、塗ったんだけどな、薄かったかな。あれあれ、リップあれ入ってない、ちょっと待って、こっちじゃなかったか。ちょっと待って、ポーチに入ってなかった。ストラップが取れてた、あとこれつけてる、抜いてる、あとなぜリップリップ、よいしょ。いや、びっくりした、塗ったのに色なさすぎて。あります、さっきよりいいんじゃない。あ、今日はいつもより短めね。16時55分になったらランキング見ます。よし、メイク、いやメイク配信じゃない、いやないんだけど、ちょっとなんかリップが薄すぎたからつけ足した。重いかも、こっちだ、なんか取れてた、いつもつけてるんですけど。むずいさんとガチャガチャのガチャガチャで、かなおはメイクポーチの方につけて、これはこの二人はリップのケースに。今せっかく通したのに取れちゃった。これなんか時々取れるんだよね、緩いのかな。すごい、え、また取れた今、なんで飛んでいっちゃった。つけたのにな、さっき。え、緩くなってんのかな、後で締めとこうかな、ペンチで。え、なんかめっちゃすぐ外れる、これなんかすぐ外れる、前から緩くなってる。さっきも気づいたら取れてて、あとで閉めとこう。つけた、あ、うん、びっくりした。あ、でもこれはいつ買ったやつ、ガチャガチャってやつだ、去年、去年去年映画があった時ぐらいかな、もう忘れたけど、そのぐらいからにガチャガチャして、そっからずっとつけてる。
て博多ブラブラ食べようと思って持って持ってきちゃった。でも毎日1個食べててさ、博多ブラブラめっちゃ美味しいんだよねこれ、大好きなの。福岡のお土産で通りもんとこれが一番好き。マジで美味しいこれ。ああ絶対飲み物あった方が良かったな。まあいいや、よいしょ。ダメだ、これめっちゃ美味しいの。これ牛皮で、そうお餅じゃなくて牛皮、この白いので、あんこがね、あんこ、うん、甘いけど、なんかね、あれだよね、そう、塩、塩が効いてて、ちょっとしょっぱくて美味しい。めっちゃ美味しいの、本当。めっちゃ牛皮、お餅じゃなくて。ハンキリップのために速攻で落としに行くじゃん。めっちゃ美味しいこれ。あんこがね、塩が入ってて美味しい。甘じょっぱい感じ。桜餅みたい、あ、そうそうそう、桜餅みたいな、めっちゃ美味しい。ワニ、ワニじゃないこれ、なんて言うんだろう。ワニお米だけど、これは牛皮、白いの牛皮です。美味しいこれ。買ってから毎日食べてる。毎日一個ずつ。で、まだ持つからさ、賞味期限が。一個ずつ食べて。めっちゃ美味しいの。ブラブラ通りもんも食べた。通りもんも美味しいよね。あとね、なんかなんだっけ、そう、差し入れでいただいたやつでめっちゃ美味しいのがあって、なんだっけな、あれなんてやつなんだろう、名前がわかんない。なんかなんだっけな、あれなんだろう、なんかパンのお菓子、パンの形の特養生、これ、でもこれしかなかったの。これなんか12個入りみたいなのしか、なんか少ないやつは甘味、いちご味のやつがあったんだけど、普通のが食べたくてこっちにした。
それが美味しかったんだよ。そのパンのやつのフレンチトーストみたいなやつ、差し入れでいただいたやつで、それめちゃくちゃ美味しかった。福岡のやつ、空港とかにも売ってあったけど、名前何か見なかった。パンの形だけど、パンじゃない、なんかフィナンシェみたいな焼き菓子、パッケージがパンのイラスト描いてある。でもフィナンシェみたいなやつでもね、食べたらもうフレンチトーストみたいな、めっちゃバターの味みたいな、それめちゃくちゃ美味しい。それなんだろうね、あれ見てみようか、調べようか。初めて見た、あれ。なんかフィナンシェみたいな、あ、これだ多分。これのお土産のやつと思うんだけど、あ、これだ、アイボリッシュってやつだと思う。うん、これフレンチトーストフィナンシェ、これめちゃくちゃ美味しかった。アイボリッシュ、うん、フレンチトーストフィナンシェ、まるで焼きたてフレンチトースト。え、本当にフレンチトーストみたいな味がさ、びっくりした、食べた時。めちゃくちゃ美味しい。そう、めっちゃバターの味が、香りとかがする、美味しい。これ福岡のやつ、いや初めて知ったのに、ここフレンチトースト専門店って、すごっ、そんな専門店そんなあるんだ、さすが福岡。このフィナンシェが美味しかった。卵とバターが効いたフィナンシェとか止まらん。え、ね、でもね、めっちゃ美味しかったよ、それ。めちゃくちゃ美味しかった。もつ鍋も魅力的だけどね。もつ鍋ね、食べたかったんだけどね、そう、ラーメン行っちゃったから食べれなかった。ラーメンは食べれた、次行った時はもつ鍋だね。福岡行った時はもつ鍋食べたい。本当に鍋で一番好き、もつ鍋が。他のやつも美味しいけど、他の何が好きか。でもやっぱもつ鍋が一番好きかも。何ラーメン、豚骨ラーメン食べた。焼き、あ、すき焼き、すき焼きも確かに美味しいな。確かにすき焼きにうどん入れて、うどん入れるのやっぱ麺うどん入れて
するの好き。ラーメンで何が一番好き？ラーメン？豚骨ラーメンかな。豚骨ラーメンが好き。でも辛麺も好きなんだよね。ラーメンとはちょっと違うのか。でも辛麺も好き。マスモトっていうお店があって、チェーン店で結構いろいろある。大分にもあるんだけど、宮崎の発祥のね、辛麺って。めっちゃ美味しいの辛麺。そこの辛麺、マスモトの。宮崎発祥なんですけど、そう、大分にもあって店が、その増本がね、他のお店の辛麺もそんな食べたことないけど、増本の辛麺がめちゃくちゃ美味しい。この間そのイベントで行った時に、ご飯食べる時にね、その増本の辛麺もあったんだけど、そう、めっちゃ迷った結果やめた。めっちゃ食べたかったんだけど、チキン南蛮食べた。チキン南蛮食べたくなっちゃって、お店見てチキン南蛮行っちゃった。福岡行ってチキン南蛮。でも美味しかったの、そこのチキン南蛮めちゃくちゃ美味しかった。なんてお店か分かんないけど、チキン南蛮美味しかった。めっちゃ迷ったけど結局チキン南蛮。そう、全然福岡のやつじゃない。そう、フードコートみたいなところにいて、いや本当最初は明太子のパスタの店とか行こうと思ったんだけど、でもそうパスタの気分じゃないなと思って、フードコートの方行って、そうチキン南蛮にした。でもめちゃくちゃ美味しかった。でも宮崎一回行きたいの、行ったことなくて、隣なのに。隣なのにね。だからそう一回行ってみたいんだよ。チキン南蛮と辛麺が食べたい。食べ物ばっかり。でもどっちも好きなものなの。どっちも好きで、チキン南蛮も好きだし、辛麺も好き。すっかり行ってみたいなと思ってるけど、全然来てない。九州で唯一行けてないところかも、宮崎が。うん、福岡はだってこれ、福岡はね結構行く、結構なんか経由したりとかがあるから、福岡経由してどっか行くとかがあったりするから、電車とかでとかあるから、福岡は結構行くし、佐賀はおじいちゃんおばあちゃんがいるから行くし、時々で長崎と熊本は修学旅行で行ったことが、長崎もでも今までに2回ぐらいしかない、あ3回ぐらいか、修学旅行と
でおじいちゃんと妹と3人でハウステンボス行ったのと、あとイベントで行ったのくらいかな。で熊本は修学旅行と熊本ツアーで、鹿児島はイベントで何回か行ったことがあって、で沖縄は総選挙とか行ってくる。沖縄もそんなないね。で宮崎は今までイベントとかもなくて、私がいた頃入ってからまだないから、そうなんか修学旅行とか行ってないし、行ったことないまでか。やりたい仕事プライベートそんな出かけない県外まで遠出しない全然。え本当になんか全然遠出しないですね、プライベートで本当何もないけど本当に家にいるから、なんか買い物とかするって言ってもそんな遠出してまで行かない。もうできるだけ近くの場所を探していくとか本当に全然出ないからプライベートは。なんか県外に行かないといいより、なんか家からは出ないいやほんと楽しいけどね、どっか行くのも楽しいけど基本家。どうしても買わないといけないものがある時とか行くけど、でもできるだけ近くで過ごしたいみたいな。本当にずっと家にいますね、何もない時基本。なんだろうね、家が一番楽なんだよね家が一番。いやどっかそのお仕事とかで行った時は、県外とかいろんなとこ行った時はなんかここ行ってみたいとかあるけど、ここのなんかこれ食べてみたいとかあるけど、いや別になんかその県に行く予定もなくて、これ食べたいから行こうってあんまならない、その思っても行動に移さないそう宮崎も行きたいけど、そうまだ行ったことは言ってるけど、チキン南蛮食べたいしカレー麺も食べたいけどまだ行ったことはないねカラメの好きなお店は大分にもあるから、そうカラメ食べたいときはその増本に行く。増本、増本本当に美味しいの、麺とか選べたり、こんにゃく麺、中華麺とかうどんとか選べる。こんにゃく麺が好きかな、中華麺も美味しかったけど、あとはねなんかいろいろ選べる、辛さももちろん選べるし、そのニンニクの量とかもトッピングとか、トッピングはでもしたことないやチーズのトッピングとか美味しそうだけど、そう行く予定があれば食べたいなって感じわざわざ行こうってあんまなんないかもしれない普段。あ、今日はね5時5分になったランキング見ます、ちょっと短めごめんね。いや食べたいのは食べたいけどね、宮崎のチキン南蛮なんか違うって聞くじゃん、宮崎のと他の
チキン南蛮、他の県のチキン南蛮。そうだから、いや行ってみたいんですけど行ってみたいとは思ってるんだけど、そうまだ行ってない。気になるけどねいつかいつかっつと思ってるいつか行く機会があったら食べようかな。それそれだけは食べに行ってんじゃん。確かになんかね、そのそうお仕事とかそう行く予定があれば行こうかなぐらいだからあんまり旅行とかしたことない。そのおじいちゃんおばあちゃん家に行くとかさ、家族旅行も今まで2回しかない。2回ぐらい。うん、と何年前に行ったんだろう。4年ぐらい前に初めて家族旅行、4、5年前。あ、5時5分ありがとう。そうだからあんまり家族旅行もしたことない。それまでしたことなかった。そう、エイトに入ってから初めて家族旅行したあ、韓国行ったのは違う、家族じゃない、 お父さんの妹と2人で行った。じゃあ13位からランキング見ます。13位、ピンク髪尾さん、ありがとうございます。12位、シンカッコ無課金中さん、ありがとうございます。11位、カズさん、ありがとうございます。10位、おーちゃん03組さん、ありがとうございます。9位、トッシーベビースターマンさん、ありがとうございます。8位、スーパーベベモンさん、ありがとうございます。7位、井上義弘さん、ありがとうございます。6位、ムムさん、ありがとうございます。5位、 WY アットマークかけの守護神エンゼルゾウシさん、ありがとうございます。4位、にゃこさん、ありがとうございます。3位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。2位、ラスカールさん、ありがとうございます。そして1位が元気さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。覚えてないだけ。ああ、でもあるかも。1回だけ本当にちっちゃい頃に、どこ行ったんだろうな、あれ長崎かな、あ長崎佐賀、なんかカニを食べに行ったみたいな写真はあったの。でも私しかまだいない時、妹たちがまだ生まれていない時、2歳とかだから記憶になくて、それはでもそれも本当に家族だけの行ったやつなのか、おじいちゃんおばあちゃんたちと一緒に行ったやつなのかがわからない。もう覚えてないから私は。なんかその写真を撮ってるやつはあったの、まあ、この時カニ食べ行ったんだよみたいなこと言ってたけど、記憶がないなくて。でちゃんとした記憶がある家族旅行は2回だけ。え、本当に家族でも全然旅行、しかもその1回は家族全員じゃない、お父さんが行けなくて、ちゃんと全員で行ったのは1回だけそのぐらい全然旅行しない家族で。じゃあそろそろ終わろうかな。明日は今のところ夜できる予定なので、また変わったら、できなさそうだったらまた言いますね。多分できる夜。そろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ、また明日。バイバイ、ありがとうございました。